お手すいませんよ。美味しいですか？コナスです。新絆コーナースイートでございます。はぁ、あ、ー、ボクちゃんはできるんですか？これできません。いらっしゃい、いらっしゃい。ちょっと食べれるの嬉しいです。何種類ぐらいいけます？最低5いけます。あ、5いける。いいとこ取り、いいとこどり、始まるよ。イエーイ、今日はホテルもう始まってるよ。やってます。新しく6月からできたブースがございまして、ご案内していただこうということで、いいんですか？はい、はい、こんにちは。セールス&マーケティングウェブ担当。今日はまだまだ未熟者ではございますが、ホテルエピナール那須の情報をフレッシュにお届けできればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。完璧ですね。秘密隊長、こちらになります。そうですね、もういるんじゃないですか？え、もう見てます、こっち。ほら、あ、見てます。もういる、いるんですか？もうおやつ入ってます。あ、本当入ってます。なのでそれを2粒ずつぐらいでスコップに入れてます。あ、スコップに。あ、はい、はい、お、来た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 。これもう分かってる。なくなっちゃうこれ。お子様に楽しめる施設作れたらなと思いまして、はい、解説させていただいたんですけど、これからもいろんなとこ開く予定なので。モフモフです。かわいくない？ありがとうね。これからも楽しみにしていただければなと思います。いいとこどり。ロケーション最高。一緒にお散歩できますし。あれ、あそこに見えるの木原さんじゃない？頑張ってますね。あ、OK。 あ、OK。 ワンちゃん、あ、ワンちゃんいる。ハンバーケとおなすです。こんにちは。 Do you recall when we were young, running from all things at once without thinking twice, and I knew it would catch up. ペトトの秋元です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。あ、バスソルトに。Stories I've been told.It never seemed to be my mind. 見てください、これ。これはいいですね。ワンちゃんはお部屋の中ではおむつ必須ですか？おむつはなくても。あ、そうなんです。大丈夫です。はい。まあ、本館と違って、すごいゆったりした時間を過ごせるっていうので、すごい季節によっても雪景色が見えたりとか、いろいろな季節が楽しみいただけるので、そういったのも。本当に泊まりたくなっちゃう。うちもね、トイプーがいて、名前は変わらないけど。いいとこ取り。すごい。エピナールナスオリジナルビーフカレー。はい、夕食時にも、はい、バイキング。お家でも楽しめる。もう充実してますね。あれ、なんでいつの間に？はい、実はですね、5月中旬からエピナールさんに置かせていただいております。これですね。いいとこ取り。いや、綺麗。すごいよ、綺麗でおしゃれです。みんなはリラックスコーナーのお部屋になっております。いや、いい、いい部屋ですね。おしゃれだね、この家具も。家族でこうゆっくり。いいとこ取り。ここも冷やさ。すごい。コーナースイート。はい。でもね、こういう素敵なホテル来たら早く出るのもったいないですよね。もったいない。早くチェックインしてアルパカ見て。温水プール行って、食事の前に温泉行って、あれ買わなくちゃ。ルビナス買ってもらって、買って、お風呂入ったら、はい、お風呂入って、それを塗って、お客さん、はい、ポップインアラジン。ごめんなさい、間違えました。アラジン、じゃあポップインアラジンですね。リモコンを使って、ね、で、オンにすると、へー、テレビ
番組とか見ていただけるようになっております。こう森をイメージした感じのお部屋がコンセプトがすごいいいですよね。なるほど、私もそれを思っておりましたコメントドラマですいいとこ取り。ねえ、うち90種類のお料理をご用意しております。90種類、はい、はい、いらっしゃい。おいっ子連れてきた。いや、すごいな。料理長がほら、2年の歳月を。はい、何カレーですか。プレミアムビーフカレーですプレミアムビーフカレーです。マジで美味しい。でもこれさ、食レポ難しいんだけど、でもね、これ冗談抜きでね、あの手作りって感じする。私もいただきます。じゃあこれビーフカレーのビーフも美味しい。スパイス効いてて、でもあのそんなに辛くないのでお子様でも全然食べれる、うん、なんかマイルドになってて、いや肉、ビーフが柔らかい。いいとこ取り。はい、はい、すごい。おお、これすごいんですけど、いやこれ早く見てほしいんですけどこれうわすごい、うわこれはすごい、これ、こんな見晴らしあるんですね。いやすごい、これ那須山、これすごい。いやいやいや、素晴らしい。これは見た方がいい。スカイウォークだって言ってこれこそスカイウォークですよ。すごいこれ。どこどり。いや今日は見どころいっぱいだったね。本当ですよ。こんな素晴らしいホテルが地元この那須にあるっていうことは、なんか我々の誇りでもあるような気がします。ありがとうございます。まあ、全部素敵なんですけど、印象に残ったことなんかとか、はいはい、そうですね、お部屋もやっぱり素敵だったんですけど、最後のカレーですね。カレーがすごい美味しかったですね。カレー美味しかったね。私が感じたことないところもこう触れてくださって、で私も改めて発見するとこもあったなって思います。本当に本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。会長、最後このエピナール那須さん、ぜひ予約して予約していただき、なおかつルビナスさんの、はい、購買で売ってます。ルビナス、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お待ちしております。お待ちします。イエーイ。